冒険チャンネル渡辺健吾です、今回の動画はまたコラボで、ご近所の友達なるちゃんこと成瀬さんです。で、成瀬さんはうちのマンションの近くで蕎麦屋を経営されてて、これがまためちゃくちゃ美味しいんで、皆さんぜひ概要欄に貼っときますんで、なんかネタバレメロディーやな。で、特に二日酔いの日なんかにここのそばの出汁を飲んだら体中ほんとしみるんで、ぜひ食べてみてください。で、企画としてはもう待っとるかな。はい、ジングル、皆さんジングルって ご存知でしょうか。ラジオの CM に入るときなんかに J-WAVE とかいうそのジングルを、冒険チャンネル用に、作ってもらったので、僕はもうこの場で聞くって言ってたんやけど、このなるちゃんはすごいもう A 型の、石橋を叩きまくる男なんで、健吾さんも聞かんでいいから送りますって言ってきて、ちょっと一回だけ実は聞いてるんですけど、それを、今日披露してもらおうかなと、はい、思っております。よろしくお願いします。お願いします。だから早速、はい、ウッドベースバージョン。はい、ウッドベースバージョンで。ウッドベースバージョン、はい、はい、だから私が冒険チャンネル使おうと思ってるのが、オープニングで冒険チャンネルで今まで入れてたやつのところをちょっとやってもらおうかなと。はい、わかりました。じゃあ任せていいですか。はい、もうほんと短いあ、ジングルだからね。はい、うん、一応だいたい10秒ぐらい言ってたもんね。わかりました。はい、はい、いきます。じゃあお願いします、はい。冒険チャンネルな感じ。オッケーな感じな感じですね。なんかこれ、はい、今生でこれ聞いたら、はい、なんか俺がまあ、ご近所さんやから俺がそこの交差点を短パン履いてサングラスかけてこうブラブラしてる感じのなんかでしょ、リズムでしょ。あ、それイメージするか。いや、いや、もともとあった曲だったんですよ。で、そうなの。もともとあった曲で、はいはいはい、で私が作曲した曲で、はいはい、これすごくいや、合う、健吾さんのチャンネルに合うんじゃないかなと思って。ああ、そうなんだ。はい、これどうかなと思って、はい、採用させてもらいました、はい。じゃあ何年前ぐらいに作った曲。これ何年前かな、もう5年ぐらい前ですね。あ、5年ぐらい前にあって、題名がリアルステップって。リアルステップ、はい、ステップしてる感じが。あ、だからそうまあ、そんなステップする意味もあるし、うん、リアルにこう上に上がろうぜみたいな意味もあるみたいな。そうそう、ちょっと軽いんだけど、なんかこう上がっていくみたいな曲です。めっちゃいいよ、はい、そうそうそう。これってその作曲した時の、うん、イントロ。はい、イントロです。イントロ、イントロとリフになってます。あ、リフもそのまま、イントロからそのままリフになっていって、それでメロディーがピアノメロディーが入っていって、はい、でトリオでライブしてた時によくやってます。あ、そうです。はい、オリジナルのバンドがあったんで、それでやってました。はい、だからこれ一番推しなわけでしょ。そうですね、ジングルとしては。あのもう悪いやもんね、これこの動画。受けがいいんで、お客さんからのちょっとファンク調なリズムなんで、結構幅広い人が、ジャズだけじゃなくて。そのリアルステップっていう意味が、うん、その2つの意味を今言ってくれたけど、はいはい、それもなんかすごいしっくりきた。あ、よかった。いや、ほんま、うん、で、しかも、うちらその、うん、交差点を挟んで、ハス向かいにおるんやけど、ちょうどなんかその横断歩道渡って。そうリアルにね、リアルにね、こう一歩一歩健吾さんがね、上昇していくような。あ、そう、はい、お仕事ね、なんでも。それはありがとうございます。ほんなら終わってもらうチャンネル登録者数もね、上昇したらいいかな。いや、ありがとうございます。まあ、あともう年内1000人目指してるんで、皆さんお願いいたします。あ、1000人来てなかったですか。まだ行ってない。あ、行ってない。今930ちょい。あ、もう1000ですね。これでしょ。で、ジングルとしてはもうどそこで、はい、決まった感があるけど、はい、まだ僕は
やります。いや、他じゃあ何、はい、エレキもあるけど、エレキもやりましょうか。はい、はい、エレキもやりましょうか。ウッドベースはもうこんな感じ。はい、そうですね。じゃあ、でも他の候補曲もやってもらう。そうですね。あの、送ってくれたやつ、送ったやつ、長いやつですか。長いのは1個しかなかったでしょ、はい、3個送ってくれて、はい、いや、多分ね、2個です。2個は2個で、うん、で、エレキ2個だったから。ああ、そうだよ。エレキ変えた方がいい。ああ、アイアンメイデンのスティーブ・ハリスとかでもリそこのリアでもガリガリ、あガリ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 になるんですね。はいはいはい、連風みたいなやつ。はいはいはい、あんな、なるほど。そうですね、やっぱこっちより僕こっちの方が落ち着くんですよね。でも圧倒的に硬いよな、こっちの方がテンション上がる。高いです高いです。まあ好き好き、まああのこっちでバラードとかやってこっちで、ああ、まあ音も柔らかくなる。そう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 ですね。橋のベーシスですね。でもなんか俺あんまり楽しんでて、前も言ったけど、俺ベースやっとるからあんまり楽しめてないよな、なんか。あのギタリストの圧とか、圧が、圧とか。いや、そういう人がめっちゃうまかったから。だから常になんか緊張してたわ、そいつの前では。ああ、そういうのがあるんですね。じゃあ、次エレキベースで、はい、立ってやるのかい、ストラップつけたのに。あ、そうですね、立ってやろうかな。じゃあ俺もこんな感じで、はい、で、エレキベースのジングル、はい、をやってもらおうかな。はい、いいですか、早速。まあ早速行きましょうか、もう他に。じゃあちょっと、これも貢献チャンネルに合うかなと思うんですよ。はいはい、2つほぼ用意してますんで。あ、なるほど、はい、2つね、2つありますんで、はい、はい、で1つ目から、はい、1つ目から、じゃあ、まあ、行ってもらいましょう。冒険チャンネル、いや、これはあの酔い始めです。俺のイメージの。そうです、はい、酔い始めです。酔い始めでもあるし、うん、あれやろ、俺がこの辺うろちょろ、そう、徘徊してる時の。いや、徘徊っていうか、なるちゃんのこことうちの場所、ハス向かいなんで、交差点挟んで、はい、近いから、たまに発見されてる。でも俺ら合わんよな、不思議と。合わないですね、全然合わないですね。なんか、要セブンとかコンビニ俺行くのに、はいはい、コンビニが多いですね。コンビニ行く。うん、そうだけど、動線としては一緒でしょ。だって家の動線と。一緒です。時間帯が違うと思う。うん、7時台はいないんですよ。7時台に歩いてるかということ、はい、7時台はあんまり歩いてない。歩いてないですね、うん、逆に 6時台とかに朝ごはん買いに来たりとか。あ、なるほどなるほど、うん、ちょっと時間があれですね、うんうん、7時に出勤してあるの。そうですね、大体7時、7時半ぐらいですね、まあ、仕込みな、あの蕎麦屋の仕込み。そうなんです、ね、子供を保育園に届けてから、はい、ああそうだ、だから、なるちゃんは、うん、その蕎麦屋の店主っていうのは冒頭で言ったけど、であとはあのジャズベーシストで、うん、でここに僕が食べに来て、鍋のな、はい、こあの鍋もやってるんで、うん、皆さんこれからいい季節になりますんで、それ食べに来た時にあのダイヤのクラールが店内かかってて、でなんでダイヤのクラールかかってんのって言ったら、知ってるんですかみたいになって、うん、いや、知ってるものはもう俺ライブ行ったよ、いうことで、ほんで、それから。そうなんですよ。で、なるちゃんのライブにも一回行って、うん、俺ちょっと酔ってて迷惑かけたけど、行かしてもらったりしてから。そう、うん。私がダイヤのクラールのすごくファンだったんで、うん、で、それを言ってくれてすごく嬉しかったんで、うん、ちょっと話が盛り上がってしまって。まあ、まあ何言うてもすぐ笑うんだよ。何を言うても。で盛り上がってで今に至る。女子高生みたいなもんですね。うん、何でも何でも笑うみたいな。何でも笑う。何でも笑うよ。なんかこう何でも笑うタイプ。はいはい。まあただ酒はあんまり飲めない。
で、今の曲は、はい、僕がほろ酔いになったり、まあ、ほろほろしてそうですね。イメージの、うん、まあ、あくまで五軒チャンネルのジングルなんで、はい、僕をイメージしてくれて、そうです、そうです。弾いてくれました。うんうん、で、もともとはなんかあれだよね、はい、あの、作曲してた、ストックのリフ、イントロ兼リフ。まあ、そんな感じですかね。うん、はいはい。ああ、ベースはリフって言わんのかな。リフ言います、言います。います、うん。リフみたいなもんですね。あ、はい、で、やってくれました。はい。っていうのが、はい、エレキベースの1曲目。1曲目。はい。2曲目。2曲目はちょっと言語さんが、はい、あの、酔ってきて調子に乗られてきて。そこめちゃ、めちゃなんか言いたいそうで、はい。ぜひ、ぜひここは、あの、圧がかかってきた時のバージョン。ちょっと激しめのやつ。はい。はい、僕は多分焼き鳥2人で、いつもこうやって、うん、こうやって面向かって焼き鳥食べるんですけど、はい、で、ビールが終わって焼酎ガバガバ行き出したぐらいのイメージらしいです。はい。そんな感じで、あの、じゃあ、タッチの悪い冒険を。冒険を。はい。まあ、これ。なんで、なんで、今間違いわからなかったけど。なんで間違いわからなかったけど。あ、もう一回、もう一回、もう一回。編集があるから、編集がやり方がある。ちょっと引かせてください。ほんなら、エレキベースの、はい、2個目のジングル、はいはい、僕と焼き鳥食べに行って、はい、で俺がビールのが飲み終わって、はい、焼酎行き始めて、はい、なるちゃんに対して攻撃的になるのを、はいはい、イメージしてる。イメージして、はい、やってみます、はい、いきまーす、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じでね、うん、ちょっと圧が強かった時の、はい、前に出てきた時の冒険で最後のあれ何、うん、プル最後のプルトゥ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 これ勘弁してくれ言うてさ健吾さん勘弁してくれそうですそうですそうですプルプルねプルプルプルそうですもう俺も結構専門用語覚えとるな覚えてますやっぱり若い頃の記憶って残っとるなやってみますいや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 あなたの名前だけかな。いよし、これでいいありがとうございました。どうも。いや、なんか、初めてこういう音楽企画、うんうん、あ、初めてですか音楽企画も初めてだよ。何ですかね音楽好きやけど、うんうん。ファッションとかやっぱ多いんですか、うん、いや、まあ、うん、だから、まあ、視聴者の方には申し訳ないぐらい俺のチャンネルでバラエティ飛んどるから。いろいろあるんですね、やっぱね。車もあったり。で、今回なんか、ついにベース会を見たら、感じがあるけど。まあ、一応ジングルを、うん、なんか作ってもらいたいなと思ってある、うん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 、あで酔っ払った時一回 YouTube コラボしよう言うとって、うんうん、でなんか俺がひらめいたよなそうそうそう LINE したよなそうそう LINE かなんかしたよなそうですひらめいた言って、うんうん、で何すかってジングル作って言ってほんなら多分その日の夜かなんかに、うん、エレキで次の日ですね次の日かはいあのそういうとこ映画たっぽいわそこどうやってその日は酔いつぶりとかあじゃないかああそうかその次の日か。その次の日。え、じゃあ俺、あの日に焼き鳥食べながらジングル言うたんか。言うてる。あ、そうなの、うん、ほんで、忘れてる。多分ね、すごい忘れてるんですよ。あ、ごめんごめん。そうそう。これ、奈良ちゃんの、奈良ちゃんの年も何回も聞くしな。なんか、それ以外もなんか。あの、酒飲めんのかは何回聞きました、ね、何回聞いてたのな。なんか、相当僕に興味があるんだろうなと思って。あ、これ、嬉しいなと思って。ちなみに年は、俺の4つ下だったっけそうですね。69年ですか。69年。で、5個下です。5個下。5個下です。5個下らしいわ。で、まあ、ジングルは一応、まあ、今次の動画からのお楽しみということで、採用させてもらうので、今日は、音源をもらって帰ろうかな。そうですね。ね、うん、あの、Mac も持ってきたし。あ、ね、そうしましょう。はい、うん、で、なんかな、これ、雑誌ブルータスが、うんうん
でジャズの特集やってて、うん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 、見たこれ。いや見てないです。見て見て、うん、ベースのとこもあるよ。なんかベースのとこあるんですか。あ、ベースのとこもある。ベースってなんか、あ、ほんまにジャズの特集。そうで、俺も音楽大好きやけど、うん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 、なんかジャズの情報って、うん、すげえ分かりにくくて、うん、なんか間口がすげえひでえ感じするし、うんうん、でジャズで一括りにしとるけど、うん、なんか結構何ハウスっぽいようなのもジャズっていうのもあるし、すげえアドリブでって、うん、ボーカルなしでガチャンガチャンやってるのもジャズっていうし、うんうんうん、すげえ間口が広いな。広いです。ジャズでもジャズフェスでももういろいっぱいありますからね。ああ、ジャズって言ったらもう結構今現代になったらもう何万種類であるじゃないですか。ああ、だからバラエティ飛んでます。飛んでるね。はい、だからそれこういうなんかおすあで今日なんか CD もなんか持ってきてくれたんで、これちょっとおすすめのジャズですよ。これ私が入った。はい、これはジャケット見せていいの？あ、いいですよ、はい、いいですよ。あ、これだからそのなるちゃんのバンドの、うん、違う、これ矢野さんって人のバンドの、で僕ベースで入ってる。あ、そうなの。はいはい、なんですか、インディーズってやつですか。あ、やつで作って7曲入り、はいはい、7曲入りで、ね、矢野慶三郎ワンって言うんですけどね、はい、なんかスピリチュアルな曲もあるなと思えば、はい、歯医者なんかこうなって子供用の曲もあれば、なんかいろいろ飛んでますね。はい、これも岡山の方。岡山の方です。岡山のジャズボーカリストです。はい、でこれはベクレルズっていうバンド。あ、これもそうなんですね。はいはい、だからサザンで言ったらサザンオールスターズで桑田佳祐、そういう感じでやってるみたいです。この人の。あ、そうですね。あ、そういうこと。派手じゃない。あ、そう。失礼しました。帰ってそういう、そうで言われてます。はい、コーラスもやったりエレキベースもやったり。あ、コーラスもな。はい、ウッドベースもやったりやってます。はい、ポップスです。あ、で今度ライブするよな、11月の10日。はい、それはね、私ちょっと実は、うん、実はアカペラもやってまして。はいはい、アカペラのバンドで、4人でやってるバンドで、うん、一応11月10日に、はい。倉敷ってなんか駅前の、はい、なんかこっち側にあるようなライブハウス。ありますね。な、何だったかな。まあまあ、詳細が分かり次第、この動画の、はい、あの概要欄に入りますんで、はい、興味があるのは、まあ来てくださいよね。はい。はい、ぜひ、お願いします。で、なんかこれ、いろいろ、だから、うん、またジャズのことを焼き鳥食べながらでも、うん、わかりました。で今日もね、打ち上げで焼き鳥超えたらいかんって言ういかん、今日はかん、今日はかんです。急に、急じゃねえし、急じゃねえよ。俺今日のことを一回電話で打ち合わせした時に、まあ、その後打ち合わせ、打ち上げ焼き鳥ないって言って、ね、冗談かな。まあ、半分ね、半分なんか、だからジャズのこともまた教えてもらって。わかりました、わかりました。今日じゃなくていいですね。いや、全然いいけど、おすすめのやつとか、はいはい、で、うん、なんとなくええのはやっぱ雰囲気のいい、うん、ちょっとボーカルが入っとるようなやつの方が今はなんか好き。この人おすすめなんですか。エスペランサ。あ、なんか知ってます。いや、これで知った。知ってます。ウッドベース歌も歌うし、エレキベースも弾くし。あ、エスペランサ大好き。エスペランサ、この人でインスパイアされて作った曲もあります。本当。オーケーちゃん。みたいなのもあります。みたいなのもあります。はい。はい。他は。他はね、ベースシスト。これ最近の人ですかね。まあベース以外もあれなんだけど、うんうん、あとまあピアノの音も好きやな俺。ああ、ピアノね。ピアノもちろん、ビル・エヴァンスとかやっぱりピアノいいんじゃないですかね。うん、最初ビル・エヴァンスから。ピアノの生とかを酒飲みながら聴いたらすげえよな、うん、そうですね。この特にこのおすすめのサンデー・アット・ビレッジ・ヴァンガードっていうところがあるんですけど、ビレッジ・ヴァンガードっていうところのニューヨークのライブハウスで録音したやつなんですけど、うん、これはもう何回聴いても飽きないぐらいいいアルバムですね。ちっちゃいですけど。もう俺も老眼がなかったら見えない。老眼がなかったら見えない。これビル・エヴァンスのね。ビル・エヴァンス。ビル・エヴァンスっていうピアニストの。やっぱこれ持ってきてよかった。ああ、いいっすね。これ、いっぱいもう名盤が載ってますよ。で、途中まで俺 Spotify で、うん、ページめくりながらいろいろ聴いとったんやけど、うんうん、ちょっと疲れすぎて、あまりにもたくさんあるから。ああ。好きなのは、まあ、
ビッグバンドとか、僕はビッグバンド出身なんですよ。ビッグバンドというのは何を言うてるの？ビッグバンドっていうのは。よう出てくるよな、ジャズのあれで。だから、ジャズ用語で。編成が多いんですよ。トランペットが4人で、はい、トロンボーンが4人、サックスが5人。ほな、もう、そのまんま、行数でかいからビッグバンド、そのまんまなんや。そうです、そうです。それで、スリーリズムって言って、まあ、ジャズの場合はピアノ、ベース、ドラムなんですけど、はいはいはい、それプラスたまにギターが入って、その時はフォーリズムなんですけど。それの、ピアノでもリズム、そう、そうです。まあ、リズム楽器になるんですよ。ピアノ、ベース、ドラムは。よう分からんけど、この裏のリズムでよくこうピアノ弾いてるようなやつとか。メロディーもやるんですけど、はいはいはい、リズム隊っていう、いうふうに呼ばれてて。そう、うん。で、4人でやるか、ギターも入れて4人でやるか、カメラも違うし。ギターなしで3人でやるかっていう。今ちょっと真剣に喋ってるけどね、ちょっとすみません、なんか。考えながら入れるけど。そう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 。それで、それがビッグバンドですね。それで学生ビッグバンドで、大会に出たりしてたんですよ。あ、そうね。はい、はい。あ、奈良時代ね。奈良時代だから、古いんですよ。そうね。奈良に行った時あったんですよ。奈良時代の方が、いつやろ。なんかな。710年。平安時代の前ですよ。なんか髪型もそれっぽいしな、なんか。そうそうそう。昔の。そうそうそう、そうですね。曲げを言ってるからね。なんかおるやん、なんか中野 ONO 王子とか、そんな髪型違うだ。いや、知らん。知らん。すいません、しょうもないことばっかり。すいません。なんかそろそろ締めますか、ね、はい、そうですね。はい。じゃあ、以上で、今回の動画は終わると思いますので、いいね、最後。締め。このメロディ聞いたことあるか皆さん。今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画までまた。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントも入れてくれたらちゃんとお返しいたしますのでよろしくお願いします。どこで締めたらいいの？そば甚五郎もみんな来てね。美味しいよ。で、このユニークな大将に会えるかもよ。ではまた。またー。ああ、そのさっきの。だから、マイルスのどこからもいろんな人が派生してるんですよ。ローム・カーターとか、アビハゴとか、ピアノ。アビハゴとかね。で、そういう情報ってどこからでしょ？いや、もうやっぱジャズ系にいるんで、勝手にもう好きだから。研究。そう、まあ研究というか。だからジャズ系っていうか。でも、研究すると、だから、もう大学時代にそういう。はい、あれがあったんでしょ。そうですそうです。サークル的なもの。そうそうそう。だからこれは何時代のどこの時代のなんか。なんかそういうあれじゃないとわからないよな。例えばロックとかだったらいろんな雑誌とか見ながら、うん、結構シンプルに。そう。わかるけど。時代が長いでしょ。時代。まあ勉強取ってるみたいな。取ってる。最後。最後取ってる。時代がこうある。例えば50年代と60年代も全然違うし、60年代、70年代でも70年代はフュージョンが入ってくるから、エレキ楽器が、エレキベースがもうジャズに使われだした頃なんで、そう。え、ジャズの大元はどこなの？国で言うと。大元は、アメリカ。大元はアメリカで黒人さんが、じゃあ南部。南部というか、ちょっと、どうなんだろう、ニューオリンズって言いますよね。だから、使わなくなった楽器を、遊んでたの、ね、言われば使われなくなった楽器を使ってて、だからジャズっていう言葉 もうスラングっていうか、言葉がそういう用語だったみたいで、でだからね、クラシックが主題じゃないですか、はいはいはい、元々クラシックでいう綺麗な音っていうのがもう白人さんの音なんですけど、はいはいはい、黒人さんの音楽って言ったらもうダミ声も音楽なんですよ。例えばバッターワンダフルワールドの。はいはいはい。っていうのとか。ああいうのも音楽にするというか、汚い音とかないんですよね。だから、なんていうんですかね、本当の魂、声というか、そういうのがなんかこう、広がっていったりっていって音楽に。要はバンドが、ギターとかベースとかドラムと集まって、うん、はい、いきなりやるのあれどういうのかいな。セッション。セッションじゃなくて、もう他の言い方なんかねえかな。ギグなんかいきなりこう合わせてやるやつ。アドリブ？これなんか踏んでんのかな。
いや、なんかそれがなんかジャズのあの、うん、あるいかのゆえみたいなのかな。なんだろう、すぐ思い出せない、そこはみんな集まってきて急にやるやつある、うん、セッションだね、セッション、セッション、セッション見る映画あったよな。ありましたね、見に行ってありましたよ、ああ、うん、行ってるんですね、行ってる、いや、あれ重たい、あの映画重たかった、すげえ、うん、音楽ないんですか、音楽、ドラムの先生がおって、うん、で、その先生が超スパルタで、うん、っていうやつ、うん、あれ、ウッドベースとかもすげえ出た記憶がある、あ、そうなんですか、バードとか見るんですけどね、バード、どんなやつ、チャーリーバード、チャーリーバードサックスの、サックスの、その、チャーリーバードが好きだ、その人の映画とかは